君上は、かつて中国の北方に住んでいたとされる遊牧民族。郷土の前身と考えられている。幾、幾、上、上、幾などとも表記される。新城市遺伝に、夏は、幾といい、陰は、気泡といい、ウは、といい、ンは、郷土と言ったとあるように、幾、気泡、郷土の語は同じものを指すように思われる。しかし、中国の司書にはしばしば、 勲章と兵器されることから、この二つは別の部族ということになる。この二つの部族は後に、モンゴル高原を統一した郷土の前身とされているが、詳しいことは分かっていない。四作員において、楽彦勝地府は言う、夏の結王は武道なため、院の東王により名城へ放築され、三年して死んだ。その子の城は、結王の妾を妻とし、北野へ引居して、 遊牧生活を始めたとあり、城はもともと人の投げあり、夏の血王の子であることがわかる。すなわち君城とはその始祖から取った、部族名であることがわかるが、この時代は半ば伝説的な時代であるため、信憑性はない。君城について最も古く現れているのは、孟子領形を下に、宗の大王子と古子を短始めが、幾に使え、とあるのが初見である。ここでは。 聖の千王が孟子に隣国と交際する正しい道はあるでしょうかと尋ねたところ、孟子が佐都市の人だけが小国でも大国と上手に交際できるということを例えるために引用した古事に登場する。この古事は後の式にも収録されている。皇帝の時代、訓上は皇帝の統一事業の際に北へと駆逐される。それの時代、中国北方には 山恵比寿、訓長の山賊があり、いずれも遊牧民族であった。州の戦王時代、国王丹父は領民に対し、徳を積んだ政治を行っていたが、ある時訓長、恵比寿、敵の山賊の襲撃に遭い、領民を戦争に借り出してまで君主にはなりたくないと言って、国土であるを去って、木山のふもとに移った。しかし、の領民たちは彼を慕って、木山のふもとに移住し、 さらに近くの人民たちもコ行丹ン父の噂を聞きつけて、紀山の麓に移住してきた。ここにおいて、コ行丹ン父はエビス敵の風俗を癒しいとして退け、初めて城郭や家屋を築き、幽を区画して、国を治めたという。以降の勲状は、郷土と名を変え、モンゴル史上初となる大遊牧国家を築くこととなる。色作に、ラクビコ、カツチプワユ 夏の結王は武道なため、陰の東王による名城へ放築され、三年して死んだ。その子の城は結王の妾を妻とし、北野へ秘居して遊牧生活を始めた。中国はこれを郷土と言う。王、将、風俗通は言う。陰の時は城と言い、改めて郷土と言う。また福建は言う。行の時は君城と言い、州は、と言い、旗は、郷土と言う。 三国志やキは言う、漢は、郷土と言い,い、君定はその別名とあり、純越、漢紀に、郷土の始祖の名は、上司、山恵比寿は、これなりとあり、新女子遺伝に、夏は、幾と言い,い、陰は、気泡と言い,い、秋は、と言い,い、漢は、郷土と言ったとあることから、君定と郷土は同一のものであり、君定は、郷土の究明であることがわかる。一方で、内田銀風は、訓定、 強度は、同一系統の民族であっても、単に、モンゴル高原で交代した、別の種族であると否定している。しかしながら、訓城や、初期の強度に関する資料が少ないため、はっきりしたことは言えない。申し両慶をした、義書的第一、式修本義、漢女強度伝、五漢書南強度列伝、新庄 C 伝、新庄 C, C 伝、内田1975、 式作品現在の先生賞、申し、式内田1975、P32 内田1975、ありがとうございます。